海上自衛隊は2022年3月8日及び9日に相模湾において、米海軍と初めて共同潜水艦エースダブル訓練を実施したことを発表。2022年3月11日海上自衛隊プレリリースしたよ。ロシアとウクライナの一件から、日本も完全に傍観者ではいられないからね。事情は違えど、第二のウクライナは日本になるかもだし。今回行われた海上自衛隊と米海軍との共同訓練は、日米同盟における日米領海上部隊の連携運用能力の強化と相互運用性の向上を目的とし、その仮想敵としては、近年海洋進出の著しい中国海軍を強く意識しているものと思われるぜ。さて今回は、そんな世界最高峰の対戦作戦能力と評される日米共同対戦訓練について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この訓練においては、海上自衛隊からは厚木航空基地に配備されている、航空集団直轄の実験開発航空隊である第51航空隊第13飛行隊の SH-60 軽哨戒ヘリコプターが参加しているよ。米海軍からは、厚木海軍航空基地に配備されている太平洋艦隊ヘリコプター海洋打撃航空団レイカの、第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM-77 と第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM-51 の MH-60RC ホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加しているね。今回の訓練では実験開発航空隊である第51航空隊レイカの飛行隊が参加していることからも、実戦を想定した訓練ではなく、日米部隊の相互運用性の確認向上を図るという意味合いが大きな内容であったことが伺われるんだ。また、訓練で実際に魚雷を投下したのは、米海軍の MH-60R であり、自衛隊の SH-60K は航空支援を担当していたことからも、米軍が自衛隊の最新鋭単魚雷を実際に運用可能であるのか、確認をする意味合いが大きかったのではないかな。具体的な訓練の内容としては、米海軍の MH-60RC ホークへ海上自衛隊が保有する、最新の一蓋式単魚雷作薬を搭載しない訓練用を搭載及び使用空中投下して、その運用確認を行うというもので、海面へ投下された訓練用単魚雷は、海上自衛隊横須賀基地横須賀警備隊所属の輸送艇2号が回収を担当したよ。米海軍太平洋艦隊では、今回の訓練内容のような対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練については、米国西海岸のサンディエゴ基地周辺の訓練海域で実施することが常となっており、今回のように日本で同様の訓練を行うのは、日米海上部隊の共同運用能力の強化を内外にアピールする狙いもあるものと思われるってわけ。そして、今回の訓練の実施場所について、海上自衛隊からのアナウンスでは相模湾と公表されていたんだけど、米海軍のアナウンスでは東京湾で実施した旨の公表がなされていたんだ。これは、日米当局の海域呼称について、それぞれ呼称基準が異なるのか、または、海上自衛隊による左翼政党やマスメディアへの対策であった可能性が取り沙汰されているよ。この訓練で投入された日米両国の哨戒ヘリコプターは、海上自衛隊は SH-60K、米海軍は MH-60R だったけど、両機ともに米国のシルコスキーエアクラフト社製の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークの海上運用向け回収機なんだよね。UH-60 ブラックホークは、米陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターであり、非常に汎用性が高く、飛行性能も優秀であったことから数多くの派生型が開発されているぜ。米海軍や日本の陸海空のみ自衛隊すべてで運用されており、日米以外ではオーストラリアや台湾、コトンビア、メキシコ、イスラエル、アラブ首長国連邦、トルコなどで導入運用がなされているよ。海上自衛隊で運用されている SH-60K は、開発元のシルコスキーエアクラフト社製の SH-60B を日本仕様に改修し、三菱重工でライセンス生産を行った SH-60J を再設計して大幅に能力を向上させた機体であり、2005年8月10日より運用が開始されているんだ。外見的な特徴は原型機となった SH-60J と似通っているけど、キャビンスペースが SH-60J よりも機体前方に 33cm 高さが 15cm 拡大されており、J 型では作戦機材を搭載した際に手狭だったキャビンスペースを拡大したことで、運用性及び効率性の向上につながっているみたい。また、機体右側の扉開口部を拡大したことで、
捜索救難及び輸送の際の作業性の向上を図っているね。SH-60K は、装備面においても SH-60J よりも大幅に性能の向上を果たしているぜ。対戦関連のセンサー類に関しては、HPS-105B 逆合成海溝レーダー ISAR 機能導入型。海産天頂機構を導入して低周波化を行った HQS-104 釣り下式ソナーを搭載しているほか、その部位からの音響信号の解析能力も強化され、ANAS-981磁気探知機 MAD も装備されており、対潜哨戒機として、潜水艦探知能力の大幅な強化が行われているらしい。そして、敵潜水艦を探知後に攻撃する兵装として、SH-60J ではマーク、46単魚雷及び74式機関銃のみであったところ、SH-60K では、J 型で搭載可能であった装備に加えて、国産の97式単魚雷、12式単魚雷の運用が可能となり、その他にも対潜爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対地空対艦ミサイルの運用が可能となっており、対潜能力の向上だけではなく、不審船や輸送艦等の軽装備の水上艦艇や対地目標への攻撃能力も付与されているってわけ。この他、事故防御装置として機種及びビブには、ANAR-60 ミサイル警報装置とテールブームには、ANALE-47 チェフフレア発射装置が搭載されており、磁気へのミサイル攻撃に対する防御手段の強化が図られているんだ。一方、米海軍が運用する MH-60R には、新型の ANUISME-EMSP エンハンスドモダラーシグナルプロセサー機上音響信号処理装置が装備されており、吊り下げ式ソナーとしては低周波能力が強化された ANAQS-22FLASH を採用。この吊り下げ式ソナーは、8機のその部位その部位単独では最大16機から得た情報を同時に処理することが可能となっているんだ。そして、その部位発射機も新型が搭載され、投射速度の向上が図られているね。搭載するレーダーについては、ANAPS-147 合成海溝レーダーが搭載され、電波探知機 ESM としては、ANAL-Q210 を採用していて、海上自衛隊の SH-60K と同様にヘルファイア2の運用能力も付与されているみたい。海上自衛隊及び米海軍は、これら世界最高峰の性能を有する対潜哨戒ヘリコプターを運用しており、両国ともに対潜戦闘能力は世界でも最高水準となっているよ。米軍と自衛隊が組んだら、鬼に金棒だね。特に海上自衛隊においては、日本領海内における対潜作戦能力は世界最高水準であり、海上自衛隊は創設以来、対潜作戦能力の向上に努めてきており、その対潜戦闘への力の入れ具合は、すべての護衛艦に対潜戦闘能力を付与していることからも伺われるよ。対潜哨戒ヘリコプターは、水上艦における対潜作戦の主軸であり、魚雷が兵装の潜水艦からすれば、ヘリコプターに対する攻撃手段はなく一部潜水艦には対空ミサイルが装備されていますが、対空ミサイルを発射すれば時間の位置を暴露することになり、水上艦からすぐに対潜ミサイルが飛んできます。潜水艦は逃げ回らなければならなくなるという、非常に厄介な相手となるってわけ。逆に潜水艦は水上艦に対しては絶大なアドバンテージを有しており、潜水艦が水上艦を発見することは容易だが、水上艦単独では潜水艦を発見することは非常に困難だぜ。潜水艦は水上艦が時間を探知し得ない遠距離から水上艦を探知することが可能であり、水上艦の攻撃範囲外から超魚雷と呼ばれる長射程の魚雷により水上艦を攻撃することができるってわけだ。このため、対潜作戦を主任務とする水上艦には、1950年代後半より一部の艦艇で対潜哨戒ヘリコプターを搭載するようになり、現代では対潜戦闘を主任務とする艦艇には、ほぼ必ず搭載されるようになっているよ。対潜哨戒ヘリコプターが行う ASW 対潜水艦戦闘では、敵潜水艦を探知する方法として、敵潜水艦が潜んでいると想定される場所でホバリングし、吊り下げ式ソナーを海中へ投下、そして、同じ位置でホバリングしながら、ソナーが発信する音波によってアクティブモードで捜索する方法だね。この方法は、同一の場所で長時間対空しながらソナーによる捜索を何度も実施することができるため、非常に詳細に海中に潜む潜水艦を捜索することが可能であり、探知範囲内であれば、海中で無音航行している潜水艦ですら高い精度で探知することを可能としているようだよ。ただし、
吊り下げ式ソナーでの捜索は、固定した同一地点での捜索になるため、ある程度潜水艦の位置を絞れていなければ、有効な捜索ができないというデメリットがあるぜ。そのため、もう一つの探知方法としては、透過式ソノブイを一定の海域に複数個透過することによる捜索方法だな。これは、吊り下げ式ソナーよりも広範囲を捜索することが可能となっているんだ。そして、これらの各種ソナーによって得られた潜水艦のエンジン音やスクリュー音などは、対潜哨戒ヘリコプターを運用する母艦にデータが送信され、敵潜水艦の艦種や位置を割り出すことになるんだよね。このほか、海上自衛隊の SH-60K には磁気探知機 MAD が搭載されており、これは MAD を機体から吊り下げた状態で飛行することで、潜水艦の船体から発せられる磁気を捜索感知し、敵潜水艦を発見する装置となっているよ。これにより、その部位よりも迅速に敵潜水艦を捜索することが可能となるんだけど、敵潜水艦が比較的浅い海中を潜航している場合でなければ発見することが難しいという欠点もあるんだ。こうした各種捜索装置で敵潜水艦の位置を割り出した後、対潜哨戒ヘリコプターに搭載している単魚雷や母艦の対潜ミサイルによって攻撃を行うことになるんだ。海上自衛隊が現在運用している単魚雷で最新であるのは一蓋式単魚雷だけど、これは防衛省技術研究本部と三菱重工が共同で開発したもので、これまで運用していた97式単魚雷の深海域対処能力に加えて、97式単魚雷では運用が困難であった、浅い沿岸海域での運用能力の向上も図られているよ。浅い沿岸海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底の地形などが非常に複雑となっており、単魚雷が敵潜水艦を追尾することが困難となっていたんだ。そこで、一蓋式単魚雷には、それらの沿岸海域でも対応可能な新型の高帯域音響振動子アレイが搭載されており、近艇潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されているみたい。さらに誘導部の残響処理などの各種信号処理能力が向上されており、97式単魚雷よりも大幅な性能向上が図られて優秀な単魚雷となっているってわけ。今回の日米共同訓練で米海軍が一蓋式単魚雷の運用試験を実施したのも、米海軍が一蓋式単魚雷の導入を検討している可能性があるとの指摘もあるようだね。このように日米で対潜作戦能力の向上が図られているけど、中国の脅威に直面する日本としては、今後も日米での相互運用能力、共同作戦能力の向上は日本防衛には必須の事項であると言えるよ。今後、より一層、日米両国での訓練を進化させ、日本の防衛能力の向上に努めていくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。